というわけで開催、ドレセン学園プリティグランプリ。正直ウマ娘たるもの、自らの武器を多面的に持たねばならない。概要、パフォーマンス、スピーチ、レースの3点を競い合う。予選で選ばれた4名が決勝戦に進出。受付、明日より次戦と他戦によるエントリーを行う。皆の果敢な挑戦を待つ。素敵なイベントだ。私、七井さんのこと推薦しますね。じゃ、雪乃、マジ？グランプリって聞くと血が騒いじゃうのよね。激マブ女子の殿堂って感じ。はあ、また理事長がくだらんことを。グルーヴ先輩がグランプリに輝く姿見たいな。食べたよ。とってもレインボー、カレン幸せ、かわいいカレンちゃん。カレンは毎日3回以上ウマスタを更新してるのに、私生活が全く見えないんだよな。わかる。写真って住んでる場所の雰囲気とか人間関係とか見えてくるものなのにね。謎に包まれてるよな。背景も一緒に写ってる人物も毎回変わる。まあそういう底知れないところが魅力なんだけど。俺は知ってるぜ、カレンが宇宙人だってね。だってあまりに現実離れしてパーフェクトすぎる。俺の仲間にはユーマ説を唱えてるやつもいる。チュパカブラみたいに血を吸って美を保ってるんだってね。紹介するね。カレンのおすすめはパロミノのクリームファンデ。よし、カレン頑張ります。キラキラのカレンを目にもカメラにも焼き付けてね。やー、頑張って。うんうん、絶好調。みんな、カレンの走りを見てて。あれ、なんか変な感じ。これじゃ、聞いたか、から停鉄が落ちたんだってさ。準備を怠っていたという証拠だ。やっぱりレースはどうでもいいってわけだ。アイドルがしたいならここじゃなくてもいいのに。カレン、カレンのそんな姿見たくなかったよ。
こんな失敗絶対にダメ。浮かれてて恥ずかしくて可愛くない。今の私はお姉ちゃんにふさわしくないね。